黒部市立桜井中学校は、富山県黒部市にあった、公立中学校。1947年4月に、桜井町立中部中学校と桜井、町立東部小学校として創立。中部中学校の校舎は、は元の青年学校校舎にあった富士、腰鉱材工業の愛国寮と食堂を、買収するなどし、 その他新築部分と合わせて1948年10月15日に完成。行動も1949年12月26日に完成している。一方の東部中学校は、当初は、おぎゅう小学校を本校、若栗小学校を文校としてそれぞれ曲がりしていたが、1948年8月24日に、おぎゅう寺坪地区に新校舎が完成した。 中部中、東部中京に1954年に桜井町立から黒部市立の中学校となった。1959年4月に黒部市立東部中学校と黒部市立中部中学校が統合して開校した。現在の校舎は2017年8月26日に完成。それ以前の校舎は1960年から1961年に かけて竣工した鉄筋コンクリート4階建て、船をイメージしたクラスター構造の校舎を使用していた。2020年度に、黒部市立うなずき中学校と統合され、黒部市立名宝中学校となった。新校舎は、桜井中学校に置かれた。統合後の学校は、校名を変えるのではなく新たな学校が誕生するという考えから、桜井中学校の校名は引き継がれなかった。 通学区域は以下の通りである。ありがとうございます。